模型航空機展示用模型飛行機ホッカー F28 のソリッドモデル展示用模型飛行機は模型飛行機のうち飛行を考慮されていないもので通常プラスチックや木、金属、紙などで作られるスケールモデルであるラジコン等の飛行する模型に対してディスプレイモデルとも呼ばれるまた航空機を開発する過程で風洞実験に使用される実用品もある 入手可能なものには、自分で組み立てと塗装を行う、必要のあるプラモデルや、ガレージキットなどの組み立てキット、組み立て塗装済みの完成品モデル、塗装済みで部品をはめ込むだけで完成する版、完成モデルなどがある。キットによらずに、自分で木や金属などからオリジナルの模型を作ることも、行われている。また、近年日本では、食玩やトレーディングフィギュア形式の完成。 半完成モデルや塗装済みプラモデルが多数作られている。大半のエアラインは宣伝用に自社の機体のモデル化を許諾しており、プラモデルや半完成モデル、ヘルパやドラゴンモデルズ等による完成品モデルなどが作られている。初期にはエアラインが大型の飛行機の模型を製作し、宣伝用に旅行者に提供していたが、それらの模型は現在では収集の対象となっており、 オークション等で高値で取引されている。最も高価な模型飛行機としては、1、ジュースケールのボーイング707に1万8000ドルの価格が付けられた例がある。最も一般的な射出成型のプラモデルの飛行機キットを発売している主なメーカーは、長谷川、タミヤ模型、富士見、マイクロエース、同友社、レベル、エアフィックス、LL、イタレギ等である。また、 かつては旧今社の製品の再発売品や他のメーカーからの OEM 製品が主だった旧ソビエト東欧圏のメーカーや他のメーカーのキットのコピー製品が大半だった韓国や中国のメーカーからも現在では良質な飛行機のキットが多数発売されている。プラモデルのメーカーについてはプラモデル製造メーカー一覧も参照のこと。完成品モデルの主なメーカーは ヘルパ、ドラゴンモデルズ、ジェニミジェッツ、コーギー、フランクリン・ミント等であるが、その他にも多くのメーカーからコレクター向けの完成品モデルが発売されている。1970年代は趣味としてのプラモデルの絶頂期で、1980年代にハイルと家庭用ゲーム機の普及により模型は徐々に下火になった。近年は食玩や分殺百科という、 新たな流通形態も登場し、完成品、組み立てキットの両方を販売している。プラモデルの縮尺は、軍用機では1、72と1、48が標準であり、小型機は1、24や1、32でモデル化される場合もある。爆撃機や輸送機のような大型の軍用機と旅客機は1、144や1、200でモデル化される場合が多い。 日本やフランス、ドイツのようなメートル法を基本とする国のメーカーでは、1、50、1、75、1、100、1、125などの縮尺を採用する場合もある。特に1、100は日本を中心に比較的多くのキットが作られている。1、50は近年ではプラモデルにはほとんど使用されないが、ソリッドモデルでは標準スケールとして用いられている。 多くのプラモデルでは標準的な縮尺が採用されているがそうではないものも存在する。それらは多くのバイメーカーの使用する箱に合わせた大きさでありボックススケールとも呼ばれる。初期に作られたプラモデルに多く最近ではあまり見られないがレベルの1、39スケールのライトフライヤーのように再発売されて出回る場合もある。またヘリコプターの模型は 固定翼機と同様1、32が採用されることが多いが最近はミリタリーモデルに合わせた1、35スケールが流行りつつあるレベルから販売されていたいくつかの第一次世界大戦機の模型は1、28であった他に1、64、196や1、128という縮尺もあった完成品モデルの縮尺は軍用機では一 72が多く、1、144や1、48のものもある。1、48は、フランクリンミントからのダイキャスト製品が多く見られる。2007年以降軍用機においても1、200のモデルが流行しつつある。旅客機の縮尺は1、200、1、400、1、500、1、600、1、戦闘がある。1990年代半ばから、 ヘルパやドラゴンモデルズ、ジェニミジェッツを中心とした1、500、1、400のダイキャストエアプレーンモデルが世界的な人気を獲得し、今なお毎月新モデルが発売されている。半完成モデルの縮尺は旅客機に関しては完成品の大きさをほぼ統一したボックススケールのものが多い。また、トレーディングフィギュア形式の完成、半完成モデルの縮尺は1、 144のものが多い。縮尺に関しては、スケールモデル模型や、玩具のスケールも参照のこと。一般的な射出成形によるプラモデルは、大量生産が可能であるが、金型の製作コストが非常に高いため、個人や小規模な会社が作成するのは困難である。そこで、簡易インジェクションやレジンキャスト、真空成形等の少量生産向けで、 少ない初期投資で製作できる模型が作られている。簡易インジェクションは、樹脂や軽金属で型を作り、比較的低圧力でポリスチレンを射出成形する。成形品は、通常のプラモデルとほぼ同じであるが、樹脂型の場合は、部品の精度が悪く、型の寿命も短い。軽金属型の場合は、通常のプラモデルとほとんど遜色のないものとすることが、 可能であるが、製造コストも大差のないものとなってしまう。MPM、エジュールド、A モデル、マッハに、ペガサス等のヨーロッパを中心とした多くのメーカーから製品が出ているが、メーカー間による品質の差が大きい。レジンキャストはシリコンゴムで型を作り、ポリウレタン樹脂を中継して成形する。上質のものは射出成形キットとほとんど変わらない。 作業量で組み上げることができるが、型の寿命が非常に短く、材料のポリウレタン樹脂も高価であるため、製品の価格は射出成形キットよりも高くなる。また成形品の経年変化も大きい。レジン製キットのメーカーとしては、アナグレンド、コレクトアイレ、CMK、ニクラフト等がある。真空成形は、熱で軟化させたプラスチックの板を型に押し付けて、成形する。 型の寿命は比較的長く安価に製造することが可能であるが、組み立てに必要な作業量はプラモデルよりも多く、難易度も高い。プロペラや脚部品などは成形が困難なため、メタルやレジンキャスト、あるいは射出成形の部品がセットされている場合が多いが、そうでない場合はモデラーが別途調達する必要がある。真空成形キットのメーカーとしては、 コスターエアロエンタープライゼス、ウェルシュモデルズ、ダイナベクター、エマダル等がある。レジンキャストや真空成形のキットはメーカーによる品質の差が非常に大きく、ほとんど外形の目安程度にしかならないものも多い。一方、作りやすさと正確さで世界的に高い評価を得ている会社もある。しかし、近年チェコを中心とした高品質のカインジェクションメーカーや トランペッター等の後発のプラモデルメーカーから、これまで、射出成形で模型化されてこなかった機種が、比較的安価に模型化されるようになり、レジンキャストや真空成形は徐々に押されつつある。ありがとうございます。